すごい盛り上がりですね。いやもう爆発してますね。諏訪家にはオーラありますね。シルクロジョーカープレゼンツノックアウトファーストインパクト第7試合、2018年最初のメインイベント 55.7 キロランキング3分5ラウンドを行います。青コーナー172センチ 55.5 キログラム大国出身プロムエタイ協会スーパーバンタム級チャンピオン振動キラースラキュー振動ソードテイ赤コーナー162センチ 55.7 キログラムデビュー以来未だ無敗の23戦選手とうち19勝がノックアウト、ライズバンタム級チャンピオン、新郎、那須川天心。19歳という若さで、23戦というキャリアで。まさに格闘技界、日本の格闘技界頂点の一角を担っている那須川天心。さあ、さやさん、いよいよですよ。いよいよですね。これで歴史的な日が。いやもう勝っても負けても歴史的な瞬間になりますからね。もう間違いなく天心君のキャリアの中で一番強い相手です。身長差やっぱありますね。ということはリーチもある、約10センチほどありますね。まあ本当にリーチでは完全にスワキムのものです。さあ3分5ラウンド第1ラウンドが始まりました。那須川天心対スワキムシットソーテイウ。長いですね。長いですね。まあこのシットソーテイウ選手、スワキムはまあこのやっぱ長い手足、そうですね、はい、やっぱ肘が非常に怖いという、まあ、パンチと肘ですね、はい、タイでもパンチと肘で何人ものタイ人倒してきてますんで、那須川選手のお父さんはね、やっぱ踏み込みのない肘が怖いと、スワキムの、踏み込みのない肘っていうのはやっぱりノーモーション、そうですね、相手の入ってくるのに合わせるのもうまいですし、ここからですね、はい、ただ打ちに行くときですね、パンチ、はい、肘打ちに行くときに、先も少しガードが下がりやすいので、そこを狙っていきたいですね、天心、はい、やっぱり天心サイドとしては絶対に肘はもらえないと、とにかく組まないで自分の距離で戦うと言っていました。あと石井さん、やっぱり飛び込んでくるところにいい、まあ、見えてます、見えてます、はい、天心見えてますよ、合わせるの上手ですね。でバランスを崩した、これ今のどうですか、バランスを崩しましたかね。バランス崩れましたね、完全に、はい、なかなか、うん、これだけの強敵タイ人で、うん、照り返しであそこまでバランス崩せる日本人はいないですね。あとね、やっぱ天心選手は、天心サイドはやっぱタイ人は非常にやっぱフェイントに引っかかると、うん、そうですね、はい、反応がいいので、やっぱり上に行けば行くほど全部に反応するんですね。まあ、目もいいし反射神経もいいし、はい、ね、だからやっぱいろんなフェイントで引っ掛けて、はい、うん、まあいいのを入れたいと、うん、那須川サイド言ってます。ああ、うん、いやでもスワキムのパンチも速い、そうですね、はい、ラスト1分、スワキムがパンチで入ってきた時勝負ですね、選手も、なるほど、うん、懐に飛び込みたい、うん、こんな蹴りもらうの珍しいですね、やっぱり。重いですね、この蹴り、重いですね、体ごと持っていかれます。この172センチで天心と同じ体重っていうのがね、すごいですよね。あ、ノーブローです。さあ、しかし残り時間はあとわずかです。
ラスト30秒、ラスト30秒、トーマスからアストラティブの上に天心の右フック、入り込むとこ狙ってますね、天心、はい、そうですね、うん、これですね、あの入るときガードが下がるんで、それで、はい、そこを、まあ、入ったりパンチなり合わせですね。でもやっぱり距離が縮まるとそうなっても肘持ってますんでね、はい、怖いですね、あの肘は。で、那須川天心選手はキャリアの中で肘をもらったことがないらしいですね、うん、なんか子供の頃に少しもらったことはあるんですが、うんうん、もちろんこれだけの強敵、まだまだ隠し持ってるもの、そしてやっぱりそのムエタイ選手は徐々にね、あの上げてきますからね、3ラウンド4ラウンドぐらいになってくると大体相手の動きが見えてきますので、パンチ、やっぱりスタジオのパンチ伸びます、怖いです、パンチちょっと遠いですね、変身、やっぱボディ狙ってます ね、ザ、まあ、少し肘を警戒しての、やはりこう距離が遠くなってるのかな、ボディ、まあでもああいう風にボディね、肘怖かったないですね、あの後のエンドもボディで倒しました、ただ出張りが早いので、ボディ打った後もスッと引くんで、ただそこはやっぱり肘もらわないですよね、そういう感じだと、出張りの速さ、はい、そうですね、今みたいにボディ打った後もすぐスッと後ろに引くんで、であとやっぱりそのフェイントとかも効いてるんでしょうかね、そうですね、まあ、でもどうなんですか、やっぱこのやっぱスワーチームレベルのボクサーになってくると、そのボディには今、まあ、強烈なのもらってますけどね、うん、耐久力みたいなものは、まあ、スワーチームも、サウスポー、サウスポー得意ですからね、サウスポーの体験何人も倒してきてますんで、ちょっとガード下がってますよ、ね、スワーチーム、はい、このガードもやっぱボディ嫌なんですよね、そうね、ボディを警戒してスワーチームはちょっと確かに、うん、剣道防御もしっかりできるようになりましたね、ですね、やっぱ顔面ちょっと遠いですね、いい調整がこうなってくると、おお、これですね、この今一瞬スワーティムがね、顔面をガードしましたからね、はい、遅れて、はい、タイドの試合ではなかなかボディ打ちってあんまり少ないので、あ、やっぱりそうなんですか、もらい慣れてないのはありますね、はい、まあ、もちろん徹底的には鍛えるわけですもんね、ミドルでも入りませんね、しっかりガードしています、で、スワーティムはローを打たないんですね、あんまり、あ、そうですね、はい、ミドル、はい、ちょっと待ってますね、あ、この天心のやっぱコンビネーションは凄まじいです、うん、どんどん回転上がってきますからね、やばいよ、その中でもフェイントを教えないことですね、天心は、いやでもですね、やっぱその目がいい、反応がいいから、ムエタイ選手はフェイントに引っかかるっていうのは、うん、19歳の言うことかっていう感じですね、ですね、来た時に合わせたいですね、でももちろんさすがの那須川選手にとはいえスワキムのクリーンヒットをもらったな、すごい、うわー、ノーガードで攻めた、そんなことなかなかできないですよ、相手が来たのに対してパンチからああいう大技、自分からいけるならまだ分かるんですけど、はい、第3ラウンド、さあこの身長差、那須川天心が162センチ、スワキムが172センチ、10センチの身長差がある中、このリーチ差の中、おお、働きは、でもスワキムのパンチも紙一重です、はい、ボディ、あのボディですね、打ってこいとスワキム、はい、おお、右のフック、右のフック入ります、さっきも入っていくとやっぱりこうカウンターが来るので、入りづらいですよね、でやっぱりそのバッて一気に天心が詰めてくるとやっぱピクッとね、なんか後手に回りますね、でさっきの、はい、長いあの、ミドルキックですね、あれもやっぱり開始時は入ったんですけど、はい、だいぶこう天心君も目が慣れてきて、うん、はい、あれに合わせたり防御もしてきてるんで、さっきの少しちょっとやりづらいんじゃないかなと思いますね、左ストレートで今ね、あ、ボディ連打、さあここから首ですよ、ブレイクです、はい、
さあやっぱ軸をずらしてきますね天心、うん、前リズム取ってなかなかやっぱスワキをおーっと倒して、ね、スワキもリズムを踏んでるんですが天心のリズムを掴みきれてない、うんそうですね、感がします、うんでやっぱ那須川天心の方は超絶的ななんか動体視力反応力でスワキもスポット、うん、ちょっと今何か髪をタイムを取りましたバッティングちょっと腰をついた時にさあこういうの気をせたいですね、はい、ここは落ち着いて、はい、あもちろん声ではありませんしアクシデントはございますが再開します、はい、ここは集中していきたいですねそうですね集中落ち着いて、はい、さあスワキムもここでもちろん落ち着いていることがあるでしょうからミドルあイノあスワキムプレッシャーを受けてくるようになりました肘今肘のような肘狙ってましたね、来ましたよね、はいうん、で下がれてきましたねそうですね、ずっずっずんと前に出てきます、はい、スワキムおーおーナイスラスト30秒でもやっぱりね、上田の選手は倒れませんね倒れないですね、まあ、でもあれだけカウンター来てるのにスワキムもやっぱり気持ちを強くてガンガン前に来ますね、うん、おやっぱ想定内というところもあるんでしょうかさあリズム、うん、さあやっぱりさこのスワキムのガードがもう、うん、ねえちょっと胸のあたりになってますもんねボディそれが邪魔くさくなって、はい、やっぱり4ラウンドぐらいになってくると取るんですね3ラウンド4ラウンドあたりでスワシで戦うんですよさあ第4ラウンドやっぱりしっかり那須川天心も油断はしませんこのスワキムのリズム攻めのタイミングしっかり見極めようとしていますロースワキムのローですしかしこのローでコツコツ行こうという感じではなさそうスワキムこれも当たったらと思うと、うんいやでもね、スワキムの方もほとんど表情変わりませんね、はいうん、スワキムも一発なんかいい当たりがガガッと来ると思いますよボディー、はい、いいですね、うん、全身のボディ当たりますね前蹴り、はい、言ってみればその天心の、まあ、顔面とボディの内訳が、うんスワキムとしてはやはりあのポジションでが、まあ、拳を上げてるしかないということなんでしょうかね。もうテジ君来るのに合わせて、ええ、なるほどもう今測ってますね、はい、そうですね、はい、俺も空振り、うん、下がり際すぐに体を入れ替える追い詰められません那須川天心、うん、スピードが落ちません那須川天心あのワンチャロンの時のようなタイミングで、うん、いい技を狙ってますね、うん、左のフックパンチが当たるしかしさすがスワキム倒れませんほぼダメージがないようにも見えます、うん、第4ラウンドラスト1本を切っている、うん、いましたね前に出てくるスワキムそのタイミングを図る那須川ボディですね、うん、踏みついて膝をスワキムの膝もディフェンスしていきますラスト30秒あっという間ですガードを上げる那須川パンチ左ストレートちょっとスワキムがあんま出てこないので天心君から行きたいですねそうですね、うん蹴り行かないっていうのは行けないのかそれとも誘ってるのかスワキム、まあ、誘ってるの可能性もありますけど、うん、あでもそうですね、はい、インローからボディ足止まってるんで今行った方がいいですね天心君
残り時間10秒つける、はい、ラストアルバックハンスワキオ前で那須川天心対須崎無嫉妬想定雨。ここまでのジャッジは那須川が取っています。しかしもちろん須崎無嫉妬も一撃筆頭の打撃、そして切り裂く肘を持っています。須崎無としては前半あの蹴ってって蹴りを多く当てて、でそこからじりじっと前に出てパンチン肘で倒すプランだったんでしょうけど、そのミドルキックが思うように当たらないので、あ、まずミドルが当たらない、はい、ということに、はい、うん、確かにほとんどロー出してないですもんね。そうですね、うん、気をつけて、そうそう、まあね、こういう打ち合いですね、うん、怖いですね、至近距離強いですからね、やっぱ強い、うん、肘も来ますからね、はい、あとやっぱそのリーチも違いますし伸びてきます、さあ君のパンチ、天心君は止まんないことですね、天心もっと蹴りたいですね。さあ、あっという間に1分が経過したファイナルラウンド、うん、という天心としてはこれまで通り当てて距離を取って、すぐに射程圏外に出るってやつですよね、そうですね、出入りですね、ここもあの先ほどのミドルに関しては、はい、見えてますんで、天心のワンツーミドル、スワキムはじっじっと、だからこのやっぱ正と動の怖さがあるのがやっぱスワキム、ミドルこれは掴んでいく、じりじり出てくるのはスワキも変わりません。天心からミス、これ今ミドルちょっと入りましたからね、ちょっと腕効いてほしいですね、天心、まあこれやっとスワキムとしてはミドルが入るようになった、うん、おお組んでいく、倒す、いやでもまだ強いですね、天心も強いですね、あと50秒、さあ50秒、ライトを笑ったあと50秒、ボディ、うん、天心ボディワンツー、パンク、スワキムラスト30秒、いや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 、回転蹴り出ましたよ、ここで出してくる選手ですね、うん、さあ大田総合大会は大転身コール、さあ残り時間10秒、天心のパンチが当たる、そして天心は動く、とにかく動く、スワキムは詰める、もう時間がありません、左ストレート、ここで試合終了、ただいまよりジャッジの審議を行います。素晴らしい戦いでした。那須川天心がこのノックアウトのリングで初めてこれ5ラウンド、うん、フルで戦ったということになりますよね。そうですね、いや、まあ、やはりスワキム強いですね、強いですね、もらっても前に行きますし、うん、恐れない、天心君の攻撃を恐れないで前に行く、まだ22歳、22歳、そうなんですね、ああ見えて22歳、ああ見えて22歳、貫禄すごいですもん、すごい、いやすごいものを見させていただきましたというご覧でした。さあしかしジャッジはどう出るか、50対48赤ラスト、ジャッジ下地49対47、赤那須川、ジャッジ小林50対48、赤那須川、6対3対0に結婚しまして、勝者赤コー